ハローいちご豆腐です。それでは今回もゼルダの伝説ムジロの仮面続きからやっていきます。とりあえずですね、女の子が今のところ手がかりなのかな。これ爆弾で出てくるらしいけど、あ、出てきた。気づかれないようについていけばいいのかしら。どこまで行くんだろう。あ、もしかして秘密の入り口とかがあるんじゃない？あ、待って待って、夜になっちゃう。ダメ。ちょっとこっちで後ろに回るか。まずい、夜になっちゃう。どこ行くんだろう。うわ、夜になっちゃう。もう一回最初からかな。どこ行くんだろう。わあ、ダメかも、これ。はい。朝になりました。このロックブルにはどうやって行くんでしょうね。そして女の子消えちゃいましたので、もう一回。もう一回出てきてもらいます。井戸まで行くんだろうか。ちょっと待って、チャットと話してる余裕はない。どうするの？井戸に落ちちゃう？あ、ここでびっくりして井戸に落ちちゃうみたいな。待って、なんか帰ってきちゃったんだけど。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、俺覗いてる間になんかするの？あ、そうかもしれない。覗いてる間になんかするのかもな。出た。はい。丘の上の井戸とイカアナ城の中庭の井戸は一つなり。信じる信じないお前次第。なるほど。イカアナ城に入るには井戸に行かないといけないんだけど。この女の子は結局何なんだろう。一回井戸の中入ってみようか。女の子は関係ないのかな。あ、関係なさそう。関係あるのか。連れてこないとダメ。嫌なんだけど、あいつ。
なんで聞かない？うわー待って、なんで聞かない？ちょん、てれてんって教えてくれるのに。よし。え？びくともしないわ。やっぱあの女の子かな。じゃあ、生き返るの？そしてあいつ、こいつ倒、こいつ倒してる間にこっちも、両方やったけど関係なさそう。やだー。お、やっぱあの女の子かな。イカーナの井戸にいるギブドはこの世に何か未練があるためさまよい続ける。癒せってこと？癒しの歌で。じゃああの女の子は関係ないのかな。あの女の子は何なんだろう。この子をこの時に後ろから驚かす。違うの。わからない。どういうこと？どういうこと？どう？ちょ、待って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 。わからない。未練って何？未練って何？あ、入れた。オルゴールハウス。あ、戻ってくるまでになんかしろってこと？なんで井戸の様子見に行ってんの？日本沖に。わっ！お父さん？お父さんじゃない？癒されぬまま残っているよ。ね。早くなんとかしてあげなさいよ。な、あんたまだわからないの。どういうこと？なんで人間がミイラになっちゃうの？で、あの女の子は仲間じゃないって言ってたの、こういうことか。嵐の歌の方がいいんじゃない？呪いが、あ、もう死んじゃうのかと思ってた。お父さん死ななかった。ごめん、もうこの癒しの歌吹いたら死ぬんだと思ってた。お父さん、カメラ、私は今まで何をしていたんだ。何もしてないよ。悪い夢を見て少しうなされていただけ。え、この声このおおって声、ちょっとあのゴーマンザッチョと一緒じゃない？カメラ、これ呪いのお面ってこと？ギブドのお面を手に入れたパメラの父から剥がれ落ちたお面。ギブドたちが見ても間違うほどの
リアルの面だ。ギブドに対して何かできるってこと？ギブドの研究してたの？チャット、ほっといてあげなさいよ。見てわからないの？野暮な子ね。パメラかわいい。パメラの顔見えるけど、お父さんに似なくてよかったね。ここ何？なんかお札みたいなのが貼ってある。解決してよかったね。なんで井戸の様子見に行ってたんだろう。ウルゴールハウスはこれで終わり？いや、びっくりした。今度は入れてもらえるようになったのかな。で、さっきの面を使って未練があるギブドに対してなんかするのかな。ちょっと被ってみるか。全然ギブドじゃないけど、こんなんで騙せるのかな。なんでリンクは被っても平気なんだろう。あ、違う。あのおじさんは、お父さんか、あのお父さんはギブドの面をかぶってたわけじゃないんだ。なんかギブドの呪いをかけられてて、癒しの歌を吹いたから、呪いがお面になった、お面化したみたいな感じで。お面化したから、かぶっても無害みたいな？喋れるの？もしかして。え、喋れる？置いてけ、置いてけ、元気が出る青いもの、置いてけ。青いもの、なければ用はない、か、帰れ。喋る。置いてけ、置いてけ、美味しい、ポリポリできれば5つ、置いてけ、これは豆か。なければ用はない。他にもなんか赤い薬が欲しいって言ってた人が、なんとか兵士、シロウくん、ちょっと行ってないとこが一個あって、間違えた。歩いていくか。ここなんだっけ。あ、ここ妖精の泉か。え、ここにあるってことはさ、なんだっけ、ロックビルの神殿も近いってこと？ちょっと待ってね。こっちの方行ってなかったと思うんで、行ってみようと思います。薬売ってるところがさ、近くにあってもいいと思うんだよね。どこに繋がるの？あ、沼地に来るんだ。あ、で、ここで買えるじゃん。なるほどね。繋がってるんだ。あれ？こんなムービーあったっけ？用事で。あ、じゃあ行かないといけないな。助けたいけどさ、コウメさんがさ、いないんだよ。
シャメル、いたよ。ダメだ、どうしよう、どうしたらいいんだろう。1日目に戻す？なんか誰かいるんだけど。あれ？サコンじゃない？おい。お兄ちゃんいい剣持ってるね。やっぱり武器はそれくらい立派じゃないとね。うんうん。川向こうのイカーナの村だけど、最近おっかねえ資料がわんさか出てね。なんでもイカーナ王家の亡霊とかなんとかよくわかんねえけどね。もう住めやしねえんで引っ越してきたんだ。へへ。今は物好き親子が亡霊の研究とかしながら住んでるだけさ。それにしてもいい剣だね。え、やだ。あ、そう。絶対やだ。見せたくない。これ大変だったもん。ん？出た。カーナの谷を、はい。え、見せたら取られるのかな、剣。なんだろう、ここ。左近のアジト、セキュリティは万全です。ダメだ。しゃべる。マイドッピー、わしこの谷で商売してるっぴ。お客さん、谷の向こうに行くのはやめておいた方がいいっぴ。あそこは呪われているっぴ。悪魔払いの被り物がなければ悪魔に取りつかれてしまうっぴ。噂じゃ悪魔は同じ姿のものでないと怖がらないらしいっぴ。呪われた時に効く青い薬いらないっぴか。一杯100ルピーだけど。100ルピーか。ちょっとルピー集めてこないといけないな。本当は潮風に当たり波の音を聞きながら波をバックに商売がしたいんだっぴ。でもよそで商売するにはそれなりの筋を通さないと店が持てないっぴ。わかるかい、お客さん。いや、悪い悪い、わしの夢ばかり話して気にしないでくれっぴ。権利書リレーとかコメントがあったから、なんか。なんかリレーしてくんでしょうね。で、ゾーラホールの権利書を、権利書って言ってもあそこルルの部屋だけど権利書をこの人にあげればいいってことか。まあいいや。青い薬と魔法の豆5個買ってきたので、井戸の下に行ってきます。まず魔法の豆からやろうかな。魔法の豆は結構持ってくるのが大変だから、多分なんかおまけ的なやつだと思う。おいしいポリポリ。はい。あ、これこれ、我が青春に悔いなーし。なんだろうね。普通にダンジョンだ。あと36時間。普通にダンジョンだった。
両方どっちから行ってもいいですよみたいな感じなのかな。なんかね、どれぐらい録画してるかわかんないんだけど、結構パメラちゃんのとこで手こずっちゃったんで、録画時間やばっ。あー、こいついたな。なんだっけ、ダンジョンマスター的な。え、渡さなきゃいけないものがたくさんあるってこと？こっちにも渡してみる？え、でもここで使わない方がいい気がするな。とりあえず空いてる方から進んでみようか。で、どれぐらいね、録画してるかわかんないんだけど、やばそう。よし。どれぐらいの時間になってるかわかんないけど、録画時間めっちゃ長いんだけど、多分動画的にはそんなにいってないと思うんだよね。取れたてピチピチ置いてけ。それは魚か。こっちは、はい、ピカッと光るのできれば10個。うーん、これはデクのみ。おー、ここで調達できればいいんだけどさー、調達できるようになってんのかな。ここに魚がいればいいんだけど、魚いるのか。とりあえず青い薬の方に行ってみようか。魚ないし。こっち？はい。バカ青春にくいなーし。なんかここのお化けって怖いけど、話してみると結構なんというか。怖い。結構なんというか、親しみが持てるというか。ちょっと待ってね。こう火をつけたらなんかなるの？あ、ここ火つけてさっさと行けみたいな、時間制みたいな感じ？置いていけ置いていけ。 H2O 水。はい、魚か。え、魚なんかいないよ。とりあえず魚と、なんだっけ、魚と水取ってきましょうか。で、ここ水取れんのかな。あ、取れた。あ、ここに魚もいるじゃん、よく見たら。あと、なんだっけ、ピカッと光るは
多分テクの実だと思うんだけど、とりあえず一旦ここで切りましょうか。ご視聴ありがとうございました。